こんにちは、月刊ハイブリッジ4月号バスです。ブンブンブン。やっと4月になって、まあ、桜が満開になったり散ったりしているところもあります時期ですね。桜といえば入学式などを思い浮かべる人が多いと思います。入学する人はおめでとうございます。で、今日はウィステリアホールで弟子たちライブをしていたんです。で、今終わって撮影をしております。皆さんお疲れ様でした。皆さん上手な演奏ありがとうございました。今年僕は中学2年生になるということで目標を立てました。目標1は、まあ、勉強を頑張るということですね。中学1年生の頃はちょっと勉強ができなかったんですけど、ちょっとで結構できなかったんですけど、最近結構方程式とかはちゃんとマスターできてきたんで、今年から中学2年生からもう結構トップ争いまで、まあ勉強は、まあ、ちゃんと授業で先生の話聞いていきたいと思います。ギターは、まあ、いつも暇な時にやってるぐらいなんですけど、まあ日課としてギターを入れていきたいと思います。そのためには、まあ自主的にやっていくっていうことが大切だと思います。まあ今から弾く曲はマリーゴールドっていう曲なんですけど、まあ、それはあいみょんっていう人が作った曲なんですけども、あいみょんっていう人はちっちゃい頃聴いてたりして弾こうかなって思って楽譜の先生にもらって、今になって弾いてみたら簡単だったので弾こうと思います。それではマリーゴールドでアイミョンでマリーゴールドです。それではお聴きください。Thank you.
たちライブの様子は皆さん上手くて、なんか自分が恥ずかしかったですけど、皆さんはなんか家でやると上手いけど、ここでやるとなんか下手になるみたいなこと言ってたんですけど、自分は皆さんと反対で、家では下手くそなんですけど、ここでやるととてもなんか覚醒して、とても上手になっちゃいます。今日自分が聞いた中ですごいなって思ったやつは、ゆめちゃんの黄昏のっていうやつ、なんかすごかったです。なんかすごすぎて、まあなんかすごすぎてないみたいな、表せないです。なんかしか言えないです。もう一つ印象に残ったのが、自分の先生が歌がめちゃくちゃ上手かったんで、これからも結構なんかこの動画でも歌ってもらいたいなと思いました。はい。で、秋は、で次の弟子たちライブは秋になります。で、秋は、まあ、自分は2曲やるので、やるつもりで、1曲は絶対ソロ入れて、2曲目はまあ、二重奏、先生と一緒に弾きます。それまで、ギターの練習をいろいろ頑張っていきたいと思います。大人の方々もちょっといろんな動画とか出て見たらどうですかね。喋ったり、緊張が今までの緊張とは違うような気がします。それでは来月にまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。